久しぶり。トンボさんありがとう。こんばんは。今日はナングラをしたいです。ともちゃんありがとうあ、そうそう、ちひさんからのプレゼントすごかったです。実は私が実は私も去年かな、去年のちひさんの誕生日の時に生誕祭の日に、なんかちひさんいつもなんて言うんですか、最初はサラダチキン食べます最初は美味しい、わかにゃんが買ってくれてサラダチキン買ってくれましたえっと昔私のウィルビーアイドル公演っていう初日ぐらいの昔にちひさんが目を痛めてて汗が入って曇っちゃって怖かったんですよ。その時にちひさんがなんか泣いてる私を見て、なんか私ほんまに前見えなくて怖くて悔しくて踊れないじゃないですか。だから悔しくて泣いたらちひさんがその次の日とかで曇らない、コンタクトが曇らないこの目薬を買ってくださって、プレゼントしてくださって、ちひさんもいつもそれ使ってるらしくて、で今も私ずっとなくなったらまた買ってすごく愛用してるんですけど、あ、サラダチキンタッカースムサイ、そう、でもそこからなんか先輩にお世話になってるから、ちひさんにもなんか誕生日の時になんかできたらいいなと思ってそう、何かしてあげたいなって思ったから、タバンシャワー上がりのマサさんありがとう、お風呂上がりのなんか女の子の髪の毛がなんかチャプチャプしてるから、その束を買ってプレゼントしてたら、ひなちゃんどんさんありがとう、プレゼントをしたんですけど、今回の私の誕生日にもなんかそのプレゼントを返したくてって言ってくださって、手紙にも手紙お手紙も入ってったし、オリアズシさんありがとう、なんかすごい高いブランドの束が入っててめっちゃ可愛かったんです。また後で写真も撮りますね。実はなんかお話し会でちょっと見せたかったんですけど、それなんか変になって髪型が潰れちゃってちょっとできなかったんですね。アイメイクもうなくなってんで、でもピンクしか塗ってないですともさんありがとう、ハングオーバルもちょっとねえよ、一番今日ハングギリンでアイピと新キロ見て潮見にハマって抜けれなくなりました。ヒデさん嬉しい、よろしくギャルもうてるてる坊主作ってないです、まだふふ今日はカラコンなのでちょっとキラキラ黒目がねでかくなりました。さわこちゃんや、みおちのさわこちゃん、劇場でうちは帰った、帰ったん、やった、ブッキーさんありがとう、うちは振ってくれるのパディルさんありがとう、何ですかこれ、これはタワーパディルさんが今投げてるやつって何ですか、すごいすごいじゃん。後輩とも仲良しです。何ですかこれ、トモさんもありがとう、ま
何これ、マンゴルドタワー、マジ、ありがとうファジルさん、ありがとう、 I love you、 I love you。 なんかめっちゃすごい、あ、実際のタワーですねレッスン場です、ありがとう、 Love you、 Thank you、 I love パディル合ってるんかな、ありがとう久しぶりだからタワーもらいました、タワーいただきました、かわいいアジサイの、うん、おー連続で入れたよ、え、すごいじゃん、マサさんありがとう、など、両思い、ラブ、ラブですね。塩味さらげ、など、アジサイ知ってるよ。ジャヤンファ、すぐ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 、韓国語ですぐです。ジャヤンファ。塩味今日も可愛い。また、今年のチヒンさんの誕生日にも、またプレゼントしようって思いました新キルいいね、ありがとう。韓国もあるんかな、私花に、花詳しくはないんですけど、お花でもあるから韓国の名前もあるんじゃないかな。ジョーカーさんありがとう、本日からがジーベ始まります、何のイベですかこんばんは、サラダチキンを食べてます、無群は昨日の主会の塩味可愛すぎてドーナツ食べたえ、私が可愛いのにドーナツ食べるんですか、塩味いい子やな、ありがとう、可愛い、ゾーカサハート100個ありがとう、テルテル坊主は韓国にもあるの、え、ないです、なんかアニメで見たことあるけど、なんか日本のテルテル坊主ってあるやんな、雨が降るから、アジサイの韓国語すぐ、アベベさんありがとう、ちゃんと怒られましたか私に、キウゼ貯存しでやん、ジョニチケイのファンです、おお、ジョニチケイさん、私ジョニチケイさんとお互いフォローしてって嬉しいです、皆さん写真集もぜひチェックしてください。チーさんのチューを奪ったな。でも、ほんまのチューはしてないんです。こんばんは。韓国にてるてる坊主みたいな文化もないの？多分ないですね。韓国は。文化っていうか。ここ店のホットブロックス買ったよ。お、ホットブロックス。ブロックス何ですか？それ見たい。아직인스타안해요。ツイッターは있는데ツイッター。승격하면인스타할수있어요。ツイッターを저를항상봐주세요。매일올리니까。이시험화원です。すぐアジサイ。そうです。逆さまに吊るしたら。そうなんや、ひなちゃんありがとう、マナナちゃん振り返りできなかった、逆にこっちがごめんね、ジョーカさんありがとう、ちなみにツイッターにあげた写真可愛すぎた、え、なんだろう、今日の写真、今日は昨日、最近ブレイキン、ブレイレブ、ブンブンイレブン、セブンイレブンセブンイレブンあるよね、キンパひよんちゃんこんばんは、こんばんは、にんついておりぬんがはなだんべよこ、こばわよ、せとしさんくんまありがとう、これおいしそうなんまあまあまあ
白組行きます。ありがとう、来てくれて。アリスさん、私白組です。どんな色振りますか。アリスさんはキスを安売りしたらあかんで、ね、キスやってないよ、安売りしてないよ。次のお主会も絶対行く、絶対来てまた会いたいよ。ブッキーさんペンライトありがとう。コア선배님、そんなのツイッター先、文字？ひなちゃんありがとう。アベベさんありがとう。そう、昨日のツイッターの写真。すごく可愛かった。あの、あれか、クマの。大根サラダ？激うま、大根、大根挑戦してみようかな。アベベさんありがとう。トナンモコシッタ。テルビリンさん、クマありがとう。カラーズ行くから楽しみ。そうなんだ。カラーズ来てくれるん？嬉しい。あー、カラーズは行くよって方もいる。すごい。寒いな、今。これ全部食べたらテルテル坊主作るんで。早く次の公演行きたい。当たりましたか？まだ登録出てないんか。早く会いたい。トムさんありがとう。マシケも飲むのが手よ。大阪行けそうになくて草。頑張ってね、東京でも。2回目なんです。すごい。来てくれて嬉しいです。8年ぶりの。絶対また戻ってください。NMB 楽しいから。クマやってくれて嬉しかった。シオンも初めてしてて、アホ毛すごかった。どんどん綺麗になっていくね。そうなんですか？実物もそう思いますか？ミーツ公園では白と紫決まってます。ショーさん、紫と白、いいじゃん。てるてる坊主のアイディアもう決まったの？なんか私てるてる坊主作るの初めてなんです。韓国にはてるてる坊主がない。ぷかもりは V 写真。ぷかもり많이할게요。ミーツ公園早く行きたい。いつ来るの？チキンマシケモンなんで、シオニがチキンに飛ばしちゃな。寒い。こっちはあれです、あのクーラーがつけてる。セミマルさんありがとう。草って言うてへんよ。自分が腐りました。自分が草って言いました。ちゃんと野菜食べてるか心配にない。食べてる。明日もサラダ食べるし、今日は昼ご飯にお芋半分食べましたよ。食物繊維がたっぷり。最近三津公園では白と紫振ってるよ。なんか横になんかオレンジとピンクも持ってた気がするねんけど、私の勘違いなんかな。すみまるさんハート100ありがとう。今日はそう一日練習の日です。ビッツコイン見るよ DMM で。ありがとう。 DMM でもペンライトは振ってくれるん？キンタさんありがとうございます。こんばんは。ユータさんありがとう。かわいい。めっちゃ詰まってるんですかね、このコメント。アイドリクミンで話しすまんなじゃん。꼭만나면アイドル되시면저한테연락주세요。次のお話会のそのたくさん行くね。ありがとう、マナナちゃん。夏子昇格するのか。するんかな。ゆうたさんありがとう。わださん、わだともっちゃんとの3人動画撮った。おお、韓国語わからんかった。なんて言ってたっけ。ドーナツもこ、ドーナツ食べたいって言ったかな。山本昌さんありがとう。オレンジと紫と白。便利ですね。一つだけ変わらんから。ともたんさんありがとうございます。
全部見てるよ。昨日の話し会楽しかった。公演も早く行きたい。なおちゃんありがとう。早く来てください。会いたいよ。しおみん大好き。25の公演申し込み悩み中。え、悩むの？悩むの？シオンに会えるのに、シオンにスケブとか見せてくれたら全部読むのに悩むの？悩むのかな。私は会いたいのに悩むのかな。悩むの？マシャマシャさんありがとう。 M 公演で踊るシオンも好きよ。あ、私も M 公演大好き。でも浮気できないじゃんM 公演はすごいな。前回オレンジとピンク振ってたの覚えてるの天才やな。そう覚えてるけど、え嘘ついてる夏子白組行くよ。みなみちゃんありがとう。白組やっぱシオンだね。白組はシオン見に来るよね。ともたさんありがとう。シオミはしっかり見てる。そう見てるよ。みんなちゃんと見てるよ。あーでも黒消せれないんですこれシオミ お話し会また行きたい。また行きたい。来てくれ。次のあれあるじゃないですか。次のシングルのお話し会あったらぜひ来てください。あんまり생각해도낚시꾼이맞는거같아요。진짜로저는그렇게생각하네요。私釣り師だと思ってないです。私は釣り師じゃないです。わからないです。そんな山本まささんありがとう。アイドル初心者なんで公演とかビビっていけません。なんで？どんてんてんさん初心者ですか？じゃあ私研究生なんで、私もアイドル初心者なんですよ。研究生なんでアイドルあんま知らないです。なので研究生公演に来たらお互い初心者なので、あの研究生公演から始まったらどうですか？まずは紫と白色のペンライトを振るから始まるって感じでどうですかね。アルマさんありがとう。しおみんは天然釣りしたありがとうございます。土曜の若にゃんの出やんけど投げてるしおんちゃん見に行く当たるかな。え、しおん見に行くの？じゃあその日はしおんの色振ってくれるの？ちょっと楽しみですね。楽しみ。アルダさんありがとう。お疲れ。公演はいいぞ。緊張して全然話せなかったから次は話せるように頑張る。いや、しおんも初めまして。やっとできて嬉しかったよ。ひなさんありがとう。初めて見た。そう、なんかアジサイのタワーが来てます。すごいですよね。かわいい。これは完全に釣り師だ。惹かれてしまう。しおみんにね、またいろいろな魅力がありますよ。お話し会ぶりで昨日ぶりか。そうね、昨日ぶりね。リアルお話し会も行きたい。私もリアルお話し会の方もマジ好きうまく分けすればいいの？早く日本へ行きたい。早く来てほしいな。会いたいよ、みんな。 I want you ちゃんと血は文字。え、紫と白ね。絶対振ってね。切ってたらスタバのメロンのやつ公園に持ち込みますか？持ち込めないな。あの食べ物は持ち込めないですね。飲み物とか。ウィスコイン楽しいけど、しおみなんでやねアイドルが恋してますあれ面白いですよね。なんでやねアイドル、アイドル面白いですよね。紫白振り売りするよ。ケンさんありがとう。嬉しい。やっと初めてしおんの色振り売りしてくれるん。やっとやっとやっとね。ありがとう。 TikTok 新しいネタ思いついた。まだです。オリアジュシさんありがとう。それはありですね。推しがいるわけでもないので、一瞬勉強します。いいじゃん。また推しができたら教えてください。絶対奪われたくないので、てんてんさんのことをね。こんばんは。次のお話し会のシングルがどういうふうになるのかな。リアルお話し会あると思います。多分。またあると思う。東京にも早く行きたい。東京のファンの方も多いじゃないですか。こう言ったら紫と白ペンライト振るね。もう
決まりですよね。それは15回目ですか。やば、15回、もう150回も行きましょう。한국인사람입니다이야기참고와주세요한국어합시다大阪なのでいける。お、大阪だったらもう来れますよね。もう早く、ま、なんかなんて言うんですかね、その便利っていうか、大阪の方は結構来てくれるんですよ。そうですね、みおち見に行くとしおいないよね。早く他のポジションとかできたらいいんですよね。リアルおなし会のしおんちゃんを初めてましてしたい。私も会心かぶってますか、ごめんなさい。もしができたら教えてください。シオン、あの早くあれ、早くてるてる坊主作って、じゃあ終わりにするんで、配信かぶったらよくないし。山本昌さんありがとう。じゃあてるてる坊主作ります。シオンも練習しなきゃいけないので。でもどうやって作るのかわからなくて、まずティッシュをめちゃめちゃ持ってきました。シオンハローしてるからありがとう。シオンハローしてくれんの。何グラ、あ、ウロン茶입니다。まず頭を作りましょう。どうやって作るのか教えてください。まず頭作りました。頭、簡単。まーちゃんありがとう。おはよう。庶民見たいからゆっくり、はい、ゆっくりします。えっ、包むのよ。あ、これを包みます。でもティッシュめっちゃあるから、もう頭でかくやるかな。まーちゃん100個ありがとう。頭たくさん作ってポンデリング作る。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ポンデリングてるてる坊主いいじゃん。あのあ、でもなんて言うんですか、あのゴム、この一つしかなくて。ショールマニキュア上アイデスト、靴のサイズ 23.5 です。てるてる坊主、ドーナツ坊主作りたいな。でこれで包む、包めない、できないじゃん。あ、こうやって、なるほどね、できました。初めて作った。しおん足小さめですか、 23.5 普通やと思った。お、作れました、てるてる坊主。やば、すごい、初めて作って、かわいい、かわいい。あのお顔、お顔を描きたいと思います。え、すごい簡単。顔は、目はまずドーナツをどんな顔だとしたら、あの麺はドーナツなんですけど、麺がドーナツ、最近ね、ミスドのポンデリングが食べたすぎてやばい。ポンデリングしか頭にない、もう頭がポンデリングやん。口はハニチュロにしようかな。口はハニチュロです。ハニチュロに見えますか。え、頭がポンデリングになってます。
ドーナツの目を。怖っ、なんか怖いな。どうですか？これハニチュロだからな。うわ、ドーナツの目。早くミスドのCM に出たいな。宇宙人ちゃうよ。ケンちゃんありがとう。ほら、え、ほんま、え、かわいい。海ちゃんありがとう。雨降りそう。でもかわいい、あのほっぺも作ってあげて。ほっぺもある。まーちゃんありがとう。うわー、ほっぺと花、お花も。私もっとビッグになってミスドの CM 出たいです。花はハートです。お花がハート、口はハニチュロ、天丼マンチーク、いい、いいです。私あれ頭、え、坊主っていうのは髪の毛ないってことやな。じゃあ眉毛作ってあげよう。眉毛、眉毛、あ、かわいいじゃん。かわいくない？じゃじゃーん。うん、私はドーナツ、ん、てるてる坊主、ドーナツだからてるてる坊主です。ドルドル、ドルドル坊主、ドルドル坊主、ポンで坊主ちょっといい名前ないかな。で、ドルドルナッツ、ドルドルナッツひなちゃんありがとう。さっきファンラッタ出てきたよ。出てきた、出てきた、ファンラッタが出てきた。ドルドル坊主いや、じゃあもうこれで終わりにしましょう。今から歌の練習もしたい。ファンレター出てきた、出してきたありがとうちーちゃん、ファンレター待ってます。ほな、ドルドル坊主さんを俺はドルドル坊主だよ。え、なんか、なんかな、赤いペンがこっち、血が怖いね。ありがとうございました。ドルドル坊主作りました。ではこれは何グラに出します。ミンミンさんありがとう。ファンレター届いたかな。おお、いつ届くんかな、まだ確認してないので確認してみますね。また公演出る日とか確認できるんで。お疲れ様ありがとう。それでは順位発表します。13位マイコルさんありがとうございます。ありがとうナッツ。12位アルマサトリアさんありがとうございます。ありがとうナッツ。11位ジュノラニカウエさんありがとうございます。ありがとうナッツ。10位
アベベさん、ありがとうございます。ありがとうのつ。9位トモタンさん、ありがとうございます。ありがとうのつ。8位山本まささん、ありがとうございます。ありがとうのつ。7位ブッキーさん、ありがとうございます。ありがとうのつ。私が言ってるのじゃないから、こっちが言ってるから。9位海ちゃんさん、おお、なんか順位変わりました。9位海ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうのつ。で8位がブッキーさんで、7位テルビリーさん、ありがとうございます。ありがとうのつ。6位瀬戸氏さん、ありがとうございます。ありがとうのつ。4位、あ、5位アルナさん、ありがとうございます。ありがとうのつ。4位オリア女子さん、ありがとうございます。ありがとうのつ。3位ミンミンさん、ありがとうございます。ありがとうのつ。2位トモさん、ありがとうございます。ありがありがとうのつ。やば。1位ファディルさん、ファーディルさん、ファディルさん、 Thank you タワーありがとう。今日はじゃあ、アジサイ、アジサイのタワーありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうのつ。ありがとう。え、なんか僕はする、なんかやってみます。みんなありがとう。今日はシオンのショールームに来てくれてほんまに嬉しいよ。私はあのドーナツなんですけど、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、このバイバーイ、バイバイ、バイバイ、バイバーイ。やばい、後ろすぎる。お疲れ様、バイバイです。遅くなったけどタンプレ靴送る、ありがとう。まーちゃん待ってます。ほんま嬉しい。タコじゃないですから、ドーナツのてるてる坊主です。ドルドル坊主、ドルドルナッツ、ドル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 ナッツでいきます。ありがとう、またね、バイバーイ。はい、どうやって、どうやって、あ、こっちや、バイバイ。え、配信中なのでどうしたらいい、あ、これや、ライブ終了、ありがとうございます。バイバーイ。